頑張ってくださーい。さあレッドサイドアークエス VS ベッドサイドガチ恋です。ファイター。さあもはや恒例行事となった矢部選手の牽制球、ね、まあ取れたらラッキーですしね。そうです、はい、削れたらラッキーですから。ワースです。さあお互いここめっちゃでっかい、リュウさんからめっちゃでっかい球飛んでます。そうです、リュウ選手3511でアタッカーのでかいアタッカーですね。すごい、ちょっと手前に出たところ捉えていきました。まずはリュウさん1点獲得。さあいやでかいですね、至近距離からのこの超デカ球が相手を押し潰していきます。はい、ただまだ1点差です。さあ OKOKOK 出ない。ここがリュウさん2点目獲得、残り40秒。これ対抗策ありますか。いやそうですね、まずはシールド割ってリュウ選手に攻撃をさせたくないですね。はい、リュウさんが合わせていきますね。しっかりリュウさん狙っていきますが、ここは守る、リュウさん、おっと2点獲得。5311でアタッカーなので狙いが定めてます。リュウ君が2つ取り返しています。熱い展開、いや取り返す。スッスーさんまた1つ返していくような中で、もちろんデカ玉追撃はリュウだ。斜めのチャージ1アタッカー対決ですよ。さあこうなるとリュウさんにかかってくる。あと2点取り切れるか、残り10秒追いかけますが、またしてもいやクリティカル、リュウさんのデカ玉が相手を1つ2つと巻き込んでいく。いやすごい、タイムアップさあ勝利したのはアークエースとなりました。